日本一強いアナウンサーを自称するセント・フォース所属の堀江聖夏が6日に自身の X を更新トレーニングダミー相手に鋭い冗談蹴りを当て話題になっている動画もはやチュンリーにしか見えないとネット衝撃空手黒帯アナウンサーがスカート姿で披露したチュンリーキック堀江は5重流空手初段の黒帯を所持している31歳公式プロフィールには特技として 割と記しているこの日は、チュンリーキック特技の上段蹴り。と一本の動画を投稿。格闘ゲーム、ストリートファイター、シリーズの人気キャラクター、チュンリーのようなチャイナ風スカートを着用し、上段蹴りを繰り出している。あまりに足が高く上がるため衣装の下が見えそうになっていた。この投稿にユーザーからは、ちょっと危ない、キレがありますね。体幹もしっかり鍛えられてるな。 もはやチュンリーにしか見えない最高最強などの声が寄せられている。